ここには組みついた。さらにテイクダウン、右の足はすでに抜けています。マドレーヌマウントポジションへ。ちょっとあの打撃でも危険を察知しましたかね。そうですね、いきなり行きましたね。そしてまたハーフガードにこれ戻してクローズドガードを、武井が足を組んでいます。でもマドレーヌはこの時間帯早いうちからこういう形にできたのはいいことですね。そうですね、自分のポジション取れたのはすごいいいことですね。やはりあのアトム級でもちょっとこう自分には適正の体重ではなかったというマドレーヌ、今回からそのミクロ級での戦いとなっています。またも左足を抜きました。ここは密着して下からの打撃というのもこれ注意にしてということになるんでしょうかね。マドレーヌ、そうですね、形どう見えますか。まあ、足抜ければどうですかね、まあ、ハーフでキープ取ってですね、はい、まずは、うん、戻しますが、そこに対してはそれほどまだ抵抗はないですね、マドレーヌ。でも本当にこのガードの位置ですよね、足がどこにあるのかというのも、もう本当にこれで試合を左右しますよね。はい、やっぱりですね。ここで体勢を入れ替えて、しかしまた戻していますね、マドレーヌ。一瞬武井がその力を見せました。はい、状態を上げて、これスイープかなというふうにも見えたんですが、キー選手はこの相手の脇の下からこういけると返しやすかったかもしれないですね。はい、今どうですか、それにはまだ。そうですね、抱えるっていうよりは相手と距離取って足入れて、はい、返していった方がいいかなと思います。頭をつけて上から攻めるのはマドレーヌ。マドレーヌはどうでしょうね、ここから何があるのかなというところ。そうですね、頭離してバンドを大きく打つか、まあ、パスするか、まあ、いろいろできることありますけどね。もう神田選手もこの体勢からは得意ですよね。そうですね、よくなります。そうですよね、はい、本当に何度もこうビデオ見返してもこの体勢で攻めているっていう。多いですね。でも僕は足田選手が上手かったりするとなかなか自分も攻めれなかったりするんで、まあ、ゆっくり徐々に、はい、自分の、好きなポジションを取っていった方がいいと思います。焦らず相手を、状態をですね、潰すように、そして左足をこれは応援させています。パスしましたね、サイドポジションを取っています。これでどうでしょうね、ブリッジも武井がしていますが、力を使わせてということになるんでしょうか。そうですね、武井選手はこう抱えるよりはもう相手の肩とか腰とかを押して、はい、まあ、ちょっとずつ距離を作っていきたいですよね。あ、この腰を押すと、そうですね、腰を押して相手距離を作っていった方が、タグマウントですね。マウント取れた瞬間の気持ちいいなんていうのはどうですか。でもマウントでもやっぱり下の人が動くとやっぱ返されちゃう時もあるんで、まあ、取れたからって言って安心はやっぱできないですよね。そうですよね、はい、マウント得意ですともうハーフガードの方が良しとして、そうですね、その方が安定してる時もあるんで、3発ほど、今もそうです、強いパンチ、これちょっとあまり暗いなくありませんね、竹井が。厳しいですね、さらに左、鉄椎頬骨のあたり、これは相手の嫌がるところ分かっているようですね、マドレーヌ。さらに逆引きのチョークの体勢に持ち込もうとします。足を差し入れて相手の体は伸びてますね。伸びてますね、どうですかね、この入ってるかな。なかなかいい形になってきました、マドレーヌ。伸びちゃうとちょっときついですね。きつい、はい、これは武井にとって嫌な時間帯、嫌な体勢、ちょっとまだこう見えないんですけどね。しかし、右腕どうだ、このまま落とすなんていうことも考えられますね。相当苦しいですよね、下で。苦しいです、決まった最終的には右腕行きのチョーク、マドレーヌ、戦歴の拍手の虫、叫びます。でもそれもそうでしょうね。そうですね、本当に自分の合った階級で試合できたことは大きいと思いますね。そこですね、はい、苦しかったそのフィールドから抜け出して、これが私の道なんだという戦い見せてくれました。いや、武井は序盤の
打撃、あのハイピックなどもですね、はい、見どころ一つありましたけれどもね。そうですね、まあ、でもデビュー戦であそこまで出せるっていうのはやっぱ気持ちの強さを感じますね。はい、1ラウンド決着4分30秒、ミラネリキドチョークが見事に決まりました。マドレーヌ、いやー、これ食らった方はもう呆然として、いや、まあそうですね、あ、やっぱなかなか隙間ができないと本当に入っていく一方なんで、はい、チョークスリーパーやっぱりこう入る前に逃げたいですよね。あ、でもこれは良かったですね、食らってましたね、マドレーヌ、はい、ベースが組みつけばもう自分のもの。